プロサーファーの村田嵐です。三重県出身で今は千葉のトラビの近くに在住しています。サーフィンを始めたきっかけは、それは父親がサーファーで、それに憧れて自分も始めました。サーフィンの魅力的な部分は、シンプルにかっこいいからかっこいいです。プロフェッショナルとは、自分一人でやるときに、練習をするときにどれだけ限界にまでいけるかかと思います。メンタルコントロールはどのようにしていますか？メンタルトレーナーがいて、その方にいつも試合前とか不安になったときにメールとか電話で支えてもらってます。今後どのような活動をしていきますか？来年はもちろん、JPSA のチャンピオンを取りたいですが、まあ、練習して一つ一つ目の前の試合に集中して勝ち進んできたらいいなと思ってます。最後に伝えたいメッセージは、もっと活躍してメディアに出て自分をもっと注目してもらいたいです。